平成19年4月18日、阿蘇地方は68年ぶりの大雪となり、阿蘇市波の一帯は一面銀世界となりました。阿蘇地方は18日未明から雪が降り出し、阿蘇山上では午後3時までに26センチ、外輪山上の阿蘇市波のではおよそ10センチの雪が積もり、民家の屋根も道路も雪に覆われました。標高750メートル前後の波の高原では、今が見ごろとなっている菜の花や桜もすっぽりと雪の綿帽子をかぶり、寒さに震え上がっていました。阿蘇山測候所によると、九州地方に寒気が流れ込んだため大雪となったもので、1939年4月8日に観測して以来、4月の大雪は68年ぶりということです。